とりあえず、あの子、あの子、あ、いた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 。ん？いや、ここは。あ？さてのち込み。お！なんか。尋ねておくべきだろうな。はいはいはい。どうした、宮本伊織。今のうちに聞け。可能な限り懸念は除いておこう。おお。では遠慮なく。去るお方とは誰だ。貴殿を江戸に迎え入れ、さらには屋敷一つ与えてみせる。ああ確かに。もしやお上とつながっているのか。定成功。惜しいといったところだな。確かに俺には後ろ盾があるが、むしろ逆だ。逆。あのお方は義に深く関わる幕府の者たちを心よく思ってはいない。はいはい。この際だ。長くはなるが話しておこう。お、話してくれるらしいぞ。キーの南流港。俺がここにいるのはあのお方の力によるものだ。南流港誰や。キーの南流港であればご三家。ああ頼信公か。そうなんだ。南流港、頼信って南流港って呼ばれるんだ。俺は幾度か幕府に助けを求めたことがある。我々では真には勝てん。どうか遠兵をとな。おう。我が悲願の何たるかを知る公は秘密裏に義の存在を知らせてくださった。正規の遠兵をやることはできぬが、義に参ずることは許す。なるほど。ではこの屋敷も。そうだ。こともあろうに江戸の霊地の一つ、俺に貸し与えてくださった。ふむ。それで、貞はそやつに何を返す？もらってばかりというのはありえまい。どんな働きをして返すのだ？ああ、それはな、すでに返しているとも言えるかな。ふむ。うん。永月の義に深く関わっている者は、おそらく将軍その人、あるいはその側近だろう。はいはいはい。となればまあ話は早い。こうは将軍の目論見を邪魔してやりたいのさ。なるほどね。なるほど。赤坂東陣屋敷、その正体はキーは南流港による上様への嫌がらせときたか。面白い。なんか結構あれしょうもないな。しょうもなくはないんだけど、しょうもないな。そうだろう。冗談がわかるたちだな、イオリ。とま、そんなわけで俺は屋敷を借り受けた。国が閉ざされる前、当人が住んでいた屋敷だとか。実にいい屋敷だが、随分と骨を折ることもあった。永月というのは厄介な代物のようでな。赤坂初めて来たな。平戸や長崎とはまた違った趣がある。マスター、久方ぶりの小国に喜ぶのはいいが、あまり大声を出さないように。おっとすまん、気をつけよ。にしてもこの町、妙な気配があるような。お？わーおー、周遊使えるんですか？突撃河川長江に轟くは豪遠の船。なるほど。おお、操作できる。猫ちゃんはええか、とりあえず。ああ襲われてたのね。おお、え、うわー、え、ね、俺ずっとこれ使いたい。え、めちゃくちゃいいやん。いいなー、俺これ使いたかった。弓キャラがいっちゃん楽しいんすよって個人的に思うんだけど。おー、すご。うわうわー、ちょっと待って、ちょっと待って、一番テンション上がってるかもしんない、アクションで。いいなこれ。
わお、いいなあ。強いんだな、あんたたち。いや、それどころじゃねえや。はいはいはい。うちのせがれを探してくれ。お？せがれ。せがれね。マスター、土地勘もない町で無策に動けば。お前なら怪異の気配もたどれよ。力を貸してくれ、アーチャー。おお、うん。向こうだ。ついてこい。なんかいいな。しょうがねえなみたいな感じになってるのいいな。あの怪異。あ、ゴキだ。これ以上踏み込まれるわけには。下がっていろ。貴殿らに太刀打ちできる相手ではない。あなた方はまさか殿の。お初にお目にかかる。明朝が小刀大将軍、帝名言だ。では、そちらが英月に召喚されし。ありがたい。ここは頼みます。町に踏み入って早々、南流港に貸しを作れたのではないか。ああ、後で上等な酒の一つでも無心してみるとしようかな。いいなあ。いやー、キラって良いんだよな、これ。これ、この吸い込みやばない？だってさ、これやるだけでさ、敵来れないんだよ。あ、来たわ、普通に。いや、来れてねえわ。吸い込みで来れてねえよ。了解だ。普通に宝具と。渦巻く炎で死に耐えよ。突撃河川。外貨を上げよ。かっこよバタ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 ってやってる。強っ。え、強っ。やっぱ強いなあ。あ、その振り回してしまって悪かった。お前にはお前の考えがあっただろうに。いや、そんな顔をする必要はない。今後も思う存分私を振り回すといいさ。幸運にもそういう主の扱いには慣れているのでな。周遊苦労人でした。いうことがあったわけだ。うん、なるほどな。賢明だったぜ。大立ち回りというやつか。甲の根回しは見事なものでな。赤坂ではかろうじて屋敷の外も歩き回れる。当人の俺や配下たちがだ。にわかには信じられまい？そうだな。さて、では今の話、どこまで信じた？曖昧だな。どんな問いだ？私もマスターも、戦士である前に、将や指導者として己を見る。己が振る舞いのすべてには意図があり、嘘を使うこともあれば、誇張を施すこともある。なるほど。そういうことだ。例えば俺は赤坂の民に暗示をかけて回っただけで、紀伊南流港とは縁もゆかりもなく、英月を狙う偉人の魔術師に過ぎぬやもしれん。これは試されているな。おお。それは。これは？いいや、偽りではない。帝は真実を語っているだろう。そんなもの目を見ればわかる。おお。帝は食わせ者と見られたいのか？なぜだ？私は裏のない君を好ましく思う。おお、なんかあえて裏のない君をっていうのなんかいいな。そうだな。願いを語る貴殿の顔に嘘は見えなかった。だそうだ、マスター。どうやら俺は計りごとの才が薄いらしい。なんとも変われてしまったものだ。だがお前たちの信を得られて嬉しく思う。試すような真似をしてすまない。改めてよろしく頼む。ほうっていうのがあったと。どう？ユリか。お？いや何？ちとランサーのことを考えておってな。ほう。あの看板し。見覚えがあるんだ。神明がわかるに越したことはないが。あ、ジャンノールタのことか。うん。見覚えはある。
あるのだが、それがいつでいずこなのかが思い出せんのよ。へえ。美しき女子の顔を忘れるとは、わしもすっかり老いたの。とほほ。楽しそうやな。ユリオ、帝から受け取った礼装、忘れてはおらぬだろうな。オッケー。機会があれば活用するさ。ん？もう何も言う必要はないようじゃな。オッケー。さあ、じゃあやっていきますか。今回はどういう風に戦うんや。青いところに行けばいいのか。あたりの奨励地がおおよそ敵のものになっておる。あらあら、待ち構えている連中もいるな。着実に日本橋へ進む。オッケー。裏を取られた時には任せるぞ、セイバー。待て、まあ、良いな。気をつけろ。私とて一度に仕留められるのは群れ一つだ。ああ、じゃあちゃんとやっていかないといけないのか。さっさと片付けていこう。結構今回全部動いていくパターンだな。なんか使える霊装がどうのこうの言うてるけど、キリュウが行動2回、ドトンが2位だもんな。2回行動はまだいらんか。で、ここは水子家の地を抑えれば結界を破れるぞ。こう行くか、素直に。こっちやな。さて、これで1回目始まったか。はい、オッケー。876。やっぱり霊脈で敵倒した方が経験値めっちゃもらえるな。で、もらった。あの霊地から溢れ出る魔力の量をたるや。元凶はそこなんだ。続くのはまずい。手を打たないといけない。ドトン。来たな。敵の霊装だぞ、ユリ。オッケー。このままでは不利を覆せないか。どうするか。あ、飛竜使えるな。これは回数増えて戻って倒す。2回が爆散で広範囲攻撃になるから、これ使いながらかな。三角単発押しは微妙かもしれん。で、これどこだったっけ。伊豆子家の地を抑えれば結界を破れるぞ。さあ、これでとりあえずいった。あと15回だよな。これもすごいな。危な。さて、押し切れっかな。いれ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 。いや、これいける。ためで蹴って切って切って波動弾。波動弾めっちゃ火力出るな。オッケー。うわー、強かった。ちょっとだけえぐいな。こんばんは。さあ、ここで取れたな。見よ、敵が引いていく。あ、パレイ。お？これ10ターンか。わー、ちょっと欲張りたいな。欲張り欲張り。ここの熱気、これまでのイズコとも違うな。ウオガシ。はしゃぐな。ここの連中、喧嘩早いという話も聞く。動画しってあれか、普通に魚のところかな。おい、わ、ドトン獲得、おいしい。さあ、日本橋にやってきました。さてさてさて、いいね。うわー、いなか。これはそれとも猫じゃらし。ここは人が多いな。これなら
敵の噂にもたやすくたどり着けそうだ。いいね。運の巡り次第ではそうだな。何を弱気になっている。そんな心構えでは得られるものも得られまい。そもサーヴァントとは英雄英傑、並ならぬものである。見たものがあれば整列に目に焼き付こう。きっと噂になると見たぞ。うん、道理ではあるが、セイバーも浅草では噂になっているのか。まあある意味美女みたいな感じで噂になってるかもしれん。引き込むぞ。いやけどバビロニアの若旦那の方が噂になってるだろうな。この魚河岸は江戸で一番の魚市場さ。あ、やっぱ魚市場なんだ。いいな。俺さ、こういうところ行きたいんだよな。もうなんか魚だけすっげーあるみたいなところ。まあ漁港に行けばいいんだけど。とりあえず HP 回復。頼りの握り、いいね。この味わい、カヤの膳にも張り合えよう。あ、これ飯屋というかあれか、普通の。も買ってやるといい。あと私にもな。普通にあれだ、ご飯屋さんだ。とりあえずちょっとささっとこっち行って、さあどうするか、ちゃちゃっと行きますか。なや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 。見ろ、よりふむふむふむ。ずいぶんと興味深げに眺めているな。おっと、待たせたな。行くぞ、より。何かあるわけではないんだ。けどなんか船飛ぶ技とかありそうよな。立つやつの噂ね。それなら一つおあつらえ向きのがあるぜ。お？俺が聞いたのは他でもね、とんでもねえ浅草界隈の借金取りについてだ。浅草界隈の借金取り。ほお？なんでもそいつは取り立てに手段を選ばぬ冷酷無慈悲な土下座らしくてな、二刀を使う浪人者らしい。おお。俺だそれは。俺だそれは。近頃じゃ。見目麗しくも恐ろしきあやかしを刺激して借り手を脅してるとかなんとか。あやかし？見目麗しくも恐ろしきあやかし。貴殿だそれは。いいツッコミだ。なるほど、それは凄まじい話だ。他の人物の噂はないか。他？他っつってもそんなに多くは。ついさっきここ日本橋で俺この目で見たんだよ。何を見た？何をだ？いや、見たことねえな、そういうのは。お？偉人だよ、偉人。偉人ねえ。海の向こうの異教のものだ。例えば、ランサーあたりはそう呼ばれるな。ほう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 。それなら俺もさっき見た。あれだろ、南蛮船の船乗りとかいう。噂通りおっかない連中だったよ。道の真ん中を歩きやがるしよ。道の真ん中歩く。日本橋に偉人か。長崎の出島ならず日本橋に偉人。低成功でさえ異例だが、それ以上だな。なんだ、あんたも偉人が気になるのか。先に行きゃいいんだ。何かを聞いて回ってたしな。何これ、じゃんけんしてる。この少年の曲がったやつ、命が惜しくねえって言うんか。てやんでベラボメ。手前に刀なんて差し上がってよ、てめえ。なんだこの沢には。おいおい、今いいとこなんだ。押し通って水を刺さねえでくれよ。喧嘩を止めるなんてやのよ。役人が来るまで見ていきなって。うわ、めんどくせえ、ま、あの男今にも剣を抜きそうだ。やれやれ、先を急ぐ身なんだがな。屋根上行くか。さっさと収めよう。これ以上の騒ぎはごめんだ。やんのかこら。え？あ？喧嘩に出くわすことがあります。互いの隙を見て相手に殴りかかろうとしているので阻止しよう。仲裁に成功すると共鳴ゲージがたまる。殴りかかろうとしたタイミングにタイミングよく、あー押すのね。え？どんな感じ？
ああ。よりあれは止めるのか。失敗。え？なんだよそれ。一応スローのカットインは入んのか。はい。少し落ち着け。おお。救済成功。なんとか無事に済んだか。喧嘩は江戸の花とどこかで聞いたぞ。うまくいってよかったな。ついカットなっちまった。面目ないみたいなこと言うてる。だったら喧嘩するんじゃねえ。素材。あらなは。熱いマジで。なんか配信してると本当に熱くなるんだよな。家の中話そう。あ、こいつ、おい、違う。おお、変化の人なんだ。なんだと。これまでにない気づきの速さ。うーん、おお、あいつなんなん、ようわからんな。あの変化するやつ、うわー、なんかありそう。少しいいか、異邦人や。話を聞かせてもらいたい。ん、俺たちに一体何の。待て、こいつはマスターだ。え、サーバントを呼ばれる前に捕らえる。サーバントおるけどな、横に。うわー、なんか微妙に強いな。顔知られてんのか。あぶね。うーわ、見切ったけどさ、ダメやったな。ほい。おお、火力アップしてるから。あぶねー。はい、つばぜり合いが発生するのは良き。こいつなかなかやる。それにこの小さいのは何なんだ。小さいのは何なんだ。サーバントだ。撤退。総員撤退。おお、サーバントっていうことを見抜いたな。しまったな。逃がしたか。逃げ足の速い。吉原がどうと言っていた。ならば狙いは太夫と師匠か。確かめれば良いだけだ。勢い余って殺すなよ。私は器用な太刀だ。任せろ。器用。器用なのか。お、達成した。これあともうちょっとで満タンになるんだよな。信頼度なんかね、これは。お。よりあちらだ。ノロ。これ待て、セイバー。ここらの霊地の後始末が必要なんじゃ。はーい。霊脈への接続を立てと。確かに霊地の魔力は捨てがたいが、このままさらに進めば。確かに。本拠地が分かっちゃうか。助言に従うが吉だな。ちょっと時間かかってしまうけど、一回外しとくと。回収。これがいっちゃん美味しいよな。また一つ強くなれたか。1850入るのでっけえな。遅い、敵が逃げてしまう。追うぞ。さて、あ、そうか、寺に行くことになるのか。次道成寺、ここ行くって言ってたもんな。アマモマリア、マリアじゃねえ、アリア。あ、増上寺で会ってたわ、よかった。こういう寺の名前間違える可能性あるからな。せめて一人は捕らえたい。ほう、一人は捕らえたい。皇族じゃねえわ、南蛮人がいるのおもろいよな。追跡されている。ここで四方に分かれるぞ。待てい。さあ、そこまでだ。しつこい奴らだ。観念したらどうだ。逃げ続けるのにも疲れるだろう。誰が貴様らなどに。そうだそうだ、ずいぶんと騒がしい。貴様、うん、貴様ら以外に誰がいるというのだ。それはそう。一
ったな。うるせえな。え、ここにいるんだ、青いタイツのお兄さん。ギャーギャーとうるせえんだよ。喧嘩ならどっかよそでやってくれ。な、何者だ貴様。でも明らかはほ日本人ではないな。何者。そうさな、ここを守る番犬代わりってとこか。この辺を根城にしてる魔術師にはまあギリっつうか酒の恩があってな。おう、てめえらが退散しねえってことならこっちとら仕事をするまでだ。はぐれのサーヴァントだな。さてね、俺クーフーリンがさ槍パッて持つのすげえ好きなんだよな。命が惜しきゃとっととうせな。来るぞより、とく構えろ。え、新手のサーバント、情報にない答えか。3回情報は必ず持ち帰れ。え、逃げやがった。待て、逃がさぬぞ。おい、待つのはてめえらもだろうが。何か行き違いがあるようだ。俺たちと連中は仲間じゃない、むしろ敵だぞ。あれはどうやら敵マスターの手のもののようだ。へえ、そうかい。だがんなことはどうでもいいんだ。ここんところくに動けず体がなまってたんでな。こうなりゃ最後まで付き合ってもらうぜ。おい、戦闘狂出てるって。なんたる魔力の差え。より、ここは私が。俺もやろう。ここで下がればきっと悔いが残る。そうか、ならばせいぜい私の邪魔だけはするなよ。おお、いやー、かっけー。牙は、ハグハグ、ちょっと楽しませてくれ。これ相手に危な。不足なし。おっ、危ねっ。いや、食らったわ普通に。危ないね。うわお、これさ強攻撃使えんな。まあランサーよな。お、マジか。あぶねえ。痛いな。これは使おう。これ削れてねえな、なかなか。いって、弾なんか。よし、オッケー。あとちょっと、これはギリギリまで使いたい。よし、オッケー。でここは危ないな。よし、え、食らってね。なに、一応無敵モードにしといて。うわーお、あー危な。単に高打っている。なんかあんのか。なんかちょっと硬くなってる気するな。これはこっち。危ねえ。うわー、2回分だな。通常攻撃がメインになるな。竹落とし。硬いなー、マジで。危な。なかなか。あー、まるでどうにかなるときはあるか。あー、今の。
入らないんだ。完璧回避、パーフェクト回避。結構慣れてきてると思うんだけどな。お？違う。一戦。お。これ削れてます？うわーおー、これどうしようかな。一回回復しといて。強攻撃マジかわされ。まずくない？痛い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 。危な。おお。わあ、こっち。削れてる？よし、オッケー。うずしを。削れねえ。あ。お？いた。最後の最後のミリ削れてほしいな。まず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 い。危ねえ。いやーちょっとクリアできるのにちょっと余裕こいて終わったわ。なかなかやるじゃねえか。そちらこそだ、はぐれのランサー。その槍さばき、目を見張るものがある。恐るべき使い手だ。はぐれは力を減じられた英霊だというが、いつ何時急所をうがたれてもおかしくはない。まあ必中の槍やからな。よく見ておけ、より。これこそが戦う力あるものだ。なんだおい、ずいぶんとマスターに厳しいサーバントだな。兄ちゃんだってそれなりに検討したろう。もっと誇ったっていいんだぜ。はぐれの霊気じゃあるが、俺と打ち合ったんだ。そういえばはぐれだったか。はぐれでこの強さ、吉原の異常船見の傑物だ。ああ、正直なところお前らを見くびってたぜ。おう、他人のねぐらで無遠慮に騒ぐアホどもだ。どうせ大したことはねえってな。それについてはその愛すまな。そうだな、こちらの武作法だった。まあいいさ、そっちにも込み入った事情があるようだしな。ともあれだ、お前らと戦えて俺は嬉しかったぜ。なんか普通に戦いたかっただけだろ感あるけどな。限界してからまともに戦ってねえんだ。おかげで体がなまるな。風風林道場とかワンチャンある。そこにお前らだ、こんだけ戦えるだな。そうかそうか。面白い男だな、ランサー。正直戦い足りねえくらいだ。ほう？そこでだ、頼みと言っちゃなんだが、もう一遍どうだ。お？戦国とは気迫が違うな。もちろんただでなんて虫のいいことは言わねえ。お前らが俺に勝てたら俺の神明を教えるってなどだ。おでもってお前らの義の勝利に全面的に力を貸してやる。え、もし仮に我らが負ければ、お前の神明を明かせ。ほうほうほう。悪くない取引だ。だがあいにくと私の一存では決められん。どうする、より。ああ、その提案乗ろう。お、強き英霊の助力は願ってもない。間違いなく義を有利に進められよう。ぜひ頼む。勝つ気満々じゃねえか。いいね、ますます面白い。そんじゃあ早速と言いたいとこだが、そっちには生身のマスターがいるんだ。万全の準備を整えるまでは待っててやるよ。おお、待ってくれるの？良いのか。いいんだ。だが条件がある。俺としても暇は潰したい。はいはい。そうだな、準備が整うまでの間
お前らの戦いを俺が手伝うってのはどうだ？え、手伝ってくれるの？いずれ勝負をする時まで助力をするか。面白い男だな。構わないが、こちらばかりが得をしないか。言ったろ、体がなまって仕方ねえってよ。そうか、どうあれ助力はありがたい。オンに切る、はぐれのランサー。やった、空風林が仮加入したぞ。いずれ力を借りよう。おう、引き止めて悪かったな。じゃあまた会おうぜ。いおり、宮本いおりだ。いおり、いおりか、覚えとくぜ。やったー、地をうがつ赤き、読めなかった。やるな。よし、あ、共闘できるようになった。絆深まると共闘できるようになるんだ。いいねー。